最初の毛の前にさ気づけば見てるネットフリックス。たまにはこんな日も見られて肩寄せ愛二人笑ってる君と僕を決して真似で手合わせたい。何も気づいたのそのまま出て合わせた。ちょっと無言でもういろいろ綺麗にやってましたいきなり片付け始めましたこれ家から持ってきました。あの京都で DJ やった時に DJ やった時にその誕生日パーティーみたいな感じやったんですけど、なんか誕生日パーティーに来てた方がこれ持って帰っていいよって言ってくれたんで、ここに置いとこ、ここに置いとこって言ってここ、ね、あ、これやったら見えへんのか。あ、ここに置いとこ。可愛くないですか、これ。めっちゃこれめっちゃ可愛くないですか。また再販するのでぜひ皆さん来てくださいね。ゴミ袋がないんすよこれ。昨日リッチガーデン行ったんすか。めっちゃいいじゃないですか。わ、僕も行きたいな。最後に会えばよかった。あ、これ僕もう、ね、寝るときに絶対いるんですよね。このなんて言ったらいいですか、安眠マスクじゃないな、アイマスク。マジで一回やってみてください。めっちゃいいと思います。もう快眠。これ伊勢志さんからいただいたスウェットパンツちゃんと持ってきました。そうですよ、ゴミ箱がないからどうしようもない。こんなんも置いてない。成長したろ。服入れる収納ケースないんですね。誰か今の動画窓はあります。一つだけ。
夜ご飯の服装はユトレーナーで行くんですか？わかんないです。どうしよう。早く整理して、とりあえず寝れるようにしないと。めちゃくちゃ美味しかった。いいなぁ。リッチガーデン僕も行きたかったなぁ。うわ、撮ってますよってことはもう、これ、録画され、してくださってるってこと？ありがとうございます。ってことは、変なことできないってことだ。変なことしないって。整理したら銭湯行ってきます。近くの。そうしよう、そうしよう。それめっちゃあり。銭湯行きたい。早く。皆さん、こんなライブ配信嫌ですか？嫌じゃないか。急に物紹介になるんですけど、これ僕が使ってるイヤホンなんですけど、これオーグラマーっていう中国製なんですけど、めちゃくちゃ安くてめっちゃ音いいんですよ。めっちゃおすすめします。これオーグラマーっす。こっち側もこんな感じ。中国製なんですけど、めっちゃ音がいい。絶対見てください。見てくださいっていうか、いいイヤホン買いたいなって思ってる人がいる、やったらぜひおすすめします。これオーグラマーね。オーグラマーいいイヤホンっていうところで売られてるので、ぜひ。やばい、絡まった。これあるんですよね、有線イヤホンあるあるっすよね。僕有線イヤホンじゃないと音質にめっちゃこだわっちゃうんで無理なんすよね。こ有線じゃないと。こんにちは、けいこさん。早寝ないとアーロン君の夕食に遅刻しちゃいます。でもそれよりも銭湯行きたい。絶対に行きたい。で、香水は、これ見えるかな？ザラの、あ！ザラの使ってます。ほっとして夕食寝過ごさないでね。はい。絶対に寝過ごさんようにします。で、これファンの方からいただいた。シャネルの保湿リップクリーム。めっちゃ大事に使ってます。毎日使ってます。これは路上ライブで使うマイク。
世界見てんだ。じゃあそんな感じでディオールもちゃんと持ってきてます。ここに僕の最強の大好きな香水があります。はい、ノリピーさんからいただいたディオールの香水です。めっちゃこれ大切に使ってます。めっちゃいい匂い。ソワージュ、これめっちゃ好きです。カルバンクライン、こんな感じです。実は僕今までいただいたファンの方々からのお手紙とか全部ちゃんと保管してて、こんな感じでめっちゃメッセージ行く前にも読み返してめちゃくちゃほっこりしたし、もっと頑張らななっていうのでいつも勇気づけられてます。こんな袋まで、いやほんまに嬉しいんですよね。これは風雅くんのチラシ、いやめっちゃもらいただいてるんですよね。これ全部返したいっす。返して、これは僕の宝物です。はい、ぜひ手紙お待ちしてます。マジで嬉しいです、毎回マジで嬉しいです。なんかもらうことが前提とかじゃなくって、普通にほんまに嬉しいです。これはアーロン君が忘れていたパスポート、これを持ってきてと託されたので持ってきました。よいしょ、よし、そんな感じです。まあ一旦ちょっと部屋の紹介というか、ちょっと待って、アーロン君との出会いを教えてください。じゃあこれを話して終わりにしたいと思います。僕が大学1回生の時に DJ を、高校3年生の時に初めて DJ の舞台で文化祭で DJ をしたんですけども、そこから大学に上がって、ですぐに自分でイベント主催してDJ の活動をし始めていったんですけど、そこでアーロン君と、出会うきっかけになったのが、僕の友達がイベント主催してて、それのつながりで出会って、でアーロン君がインスタのストーリーで、これからレギュラーパーティージラフクラブジラフでやっていくからよろしくお願いしますみたいなストーリーで乗っけてて、でそれで僕も DJ させてくださいって言って、でストーリーで声をかけて、そこから実際にお会いして、で大学2回の時からそのレギュラーパーティーが始まって、でそこからずっと DJ とイベント主催者っていう関係で、
ずっといたんですけど、まあ、DJ も音楽活動もやりつつ、夜ご飯食べて、で、俺ちょっと東京行ってくるわって2年前に言い出して、えっみたいな感じやったんですけど、まあほんまに今思うと5年ぐらいの付き合いやと思います、アーロン君とは。そんな感じです。なんで大学が一緒とかではなくって、僕が DJ で最初はアーロン君はイベントの主催者っていうのでつながりましたってな感じです。はい、ちょっとパーッと話したんですけど、こんなところで今日はっていうか、東京を来て一発目のライブを皆さんとできてよかったです。見てくださって本当にありがとうございました。ってなことで、ここでライブを終わりたいと思います。皆さん、今日は祝日です。体を休めてお仕事を、今までお疲れ様でした。今までというか、まあお疲れ様でした。いっぱい休んでください、皆さんも。ってなところで、終わりたいと思います。じゃあまたやるので、ぜひ見てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあまたね。あ、最後スクショ撮っとこう。新生活1日目。